今日はですね、見てください。この、MacBook Air ですね。今年の5月にですね、液晶が割れて壊れた MacBook Air がようやく修理を終えて戻ってきました。余裕がなくて、なかなか直してなかったんですけど、ようやくですね、こういう風に直りまして、見てください。あ、これはあれですね、これはその当時液晶が割れてた時撮った写真です。こういう状態の液晶だったんですけど、それを直りまして今こういう状態まで復活したと。ということで、こう復活して戻ってきたんですけど、どうもですね、そのちょっと違う液晶が若干その黄ばんでるというか、なんか黄色みがかってるような気がするんですよね。でですね、その他にちょっと気になる点がいくつかありました。まず、これはファイナルカットプロ10ですね。このファイナルカットプロ10で、これうちの劇団のロゴなんですけど、黒絵にこの劇団のロゴが出てるんですけど、たまにですね、こういうたまにこういうなんか感じになると、なんか黒が赤になるという現象がなんか起きてまして、サブスクライブとかね、なんかどうも黒が赤っぽく、僕は見える、僕の目がその疲れてその充血してるだけなのかもしれないんですけど、もうちょっと黒が赤に見えてしまうところかなっていうことが、たまにあります。それとですね、Mac っていうのはダッシュボードっていうのがありまして、このデスクトップの他にですね、ダッシュボードっていうところがあるんですけど、見てください、このダッシュボードにですね、背景がですね、グレー一色なんですね。これってそうでしたっけ？ダッシュボードってなんかそのボコボコボコっていう表記がですね、これこうやると出てきたりするんですけど、こういうボコ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 模様っていうのがですね、前はあったはずなんですけど、どうもそのなんかグレー、まあ、グレーですよね、グレー一色だと。この動画を見てくれた人でね、私も赤く見えましたよと、あ、やっぱ赤く見えましたよっていう人はですね、ちょっと目が疲れてるのかなっていうふうに思います。目が黄ばんでると、目が黄ばんでるのと、目が赤らんでるというのと、目がボコボコのはずが、ボコボコじゃないっていう、そういうことですね。じゃあねー。